はい、皆様、新年明けましておめでとうございます。本年度もよろしくお願いいたします。はい、ということで、まあ、新年早々ね、ちょっとみんなにあの大事な報告があるんですけど、まあ、今までね、こう続けてきた、このショーの、えっと、ホームページとファンクラブが一緒になってるのがあるんですけど、あの、それをね、あの、やめます。はい。 で、2018年に、そのショーのオフィシャルホームページファンクラブっていうのを立ち上げて、で、まあ、4年ぐらいやってきたんですけど、あのー、まあ、ちょっとね、思い切ってやめることにしました。で、まあ、それ以外のね、その YouTube とかは2000、もうめちゃめちゃ前からやってるんで、2006年、7年、どっからやってるで、も十何年とかやってるし、まあ、えっと、まあ、Facebook はね、 あの、なんかバンになっちゃったんで、今は新しく今作り直したんですけど、あとインスタもハッカーに乗っ取られてから作り直してインスタもあったりとかするし、まテ、あ、TikTok もやってるし、あの、まあ変わらずね、あのやってはいるんだけど、あのまあショーで検索したら一番トップに出てくるそのオフィシャホームページとファンクラブはちょっと思い切ってね、あの、まあいろんな理由があってやめることにしました。で、まずね、その理由の一つとしては、あの、まあ4年間やってきて、まあ結果が、 出せませんでした。まずは、一つ。この一番の、この辞める大きな理由としては。で、あとはその、赤字が、もう毎年赤字が続いてて、まあなんとかこう2年3年で立て直そうと思ってたんですけど、あの、赤字が続いて、これ、このホームページに関しては、このままやってってもちょっとこう、プラスの方向に行くっていうイメージが持てなかったんで、あの、まあその、ホームページを楽しみに見てくれてた方だったりとか、あとは、 ファンクラブ限定のね、ブログとかを、あの、楽しみに見てくれた方とか、動画とかをね、楽しみに見ててくれた方たちには本当に感謝しかないんで、あの、本当にありがとうございます。ただ、その、俺としては、やっぱりその、なんだろうな、まあ、今回のそのホームページとかっていうのは、えっと、まあ、イニシャル、まあ、ちょっと言えないんでありますけど、イニシャル K っていう会社が大元でそのシステムをやってて、で、そこに、 俺自身がそのサイトの運営費として、え俺が管理してたわけじゃなくてそこ、そこがそのサイトを管理してて、そこに運営費をね、あの、毎年運1十万というね、こう、莫大な金額をこう、払ってまして、まあ全然僕自身はね、それを今年も来年も払うことは全然できるんですけど、あの、他でのね、その、まあ、音楽の方での収益とか、ライブでの収益だったりとか、ありますんで、その辺は全然余裕では払えるんですけど、 ただやっぱりこう自分のやっていく中であの赤字にしていくものっていうのはやっぱり切っていきたいなと思ってるし今後その伸びしろがないものっていうものはバッサリ切っていくっていうのは俺のスタイルなんででまあそのそこのまあ、えー、運営会社に運ん十万っていうのを毎年払ってましてでまあシステム料として払ってたんですけどただこの現代のこの時代においてまず辞める理由の一つの大きな理由が記事を更新するのに すごい時間かかるんですよね。あの、まあ、管理画面みたいなところに入って、管理画面からこう文字を打っていくんですけど、まあ、時間かかります。システムがくっそ悪いっす。で、あのー、動画をアップするのに、にしてもそこのファンクラブにね、一回ビメオってところに動画をアップして、で、そこから、えっと、URL だったり、そのリンクみたいなものを、一回そこからコピーして、で、それを、また、えー、 ファンクラブの本会員のファンクラブの記事を立ち上げて、そこの管理画面からまたそこの URL を打ち込んだりとかして、そしてまた文字とか打ち込んでいくところ時にまたシステムエラーみたいなのが出てあげれなかったりとか、一つの動画あげるのにもうもう本当に半日とかかかってしまったりとか、まああの本当に時間がかかって、で、まあそれでもよかったんですよね。この1年2年は良かったんですけど、ただこう2年3年やっていっても、 そのシステムが一向に良くなっていかないと。なのにシステム量だけは毎年変わらずうん十万ってものを払ってると。これはどうなんだろうと思ってて、少しずつその会社との自分とのこう距離感みたいなのも出てきて、で、まあ、使っていく中でそのシステムも良くなって今の時代に特化して、まあ、携帯からも上げやすくなったりとか、まあ、パソコンからでもスムーズに上げれるように、ね、少しずつでもそのシステム、 え、ブログ更新するのも動画アップするのも、そのシステムが良くなっていけば良かったんだけれども、まあ、まあ、一向良くなる気配もなく、で、それでも俺は、なんとかこう、耐えてやっていこうかなとは思ってたんだけど、でもその、運営元の会社の方から、あの、提案をいただいてね、こういうサイトもありますよと。 で、まあ、自分の中でいろいろ考えていく中で、えー、一つの答えが出て、あのー、まあ、4年間やってきたこのファンクラブと、おっしゃるホームページはやめるけれど、あの、今日から、はい、新しく、超おっしゃるファンクラブホームページ、立ち上げます <laughs> あ、ちょっと拍手聞こえなかった。立ち上げます。新しく。っていうか、立ち上げました。で、もうこの動画が、 あの、出てる頃には、もうあの、新しい、えー、サイトから、えー、ファンクラブ、えー、本会員の方も会員の方、誰になってます。で、えー、今回の、ね、新しくその、作った、その、会社はね、ビットファンっていう会社で、まあ、多分そこはまあその、なんつうの、もう無料で誰でもできちゃうとこなんですね。なんだけど、じゃシステムどうかって言ったら、 ね、毎年うん十万払ってきたシステムの100倍ね、いいです。何がいいかって言ったら時間がかからないっていうのと、ツイッターにアップするようにしっかり記事が書けるとか、アメブロにブログを書くようにあのスムーズにブログ、当たり前のことなんですけどね、それが。それすらも許されない環境でファンクラブの記事をやってきたっていう部分もあったりとか。うん、まあ、本当にもうストレスしかなかったです。でも、今そのビットファンで今立ち上げてちょっと テスト的にね、ちょっと自分の方でブログとか記事とか書けるかなと思って使ってたんですけど、もうこれだったらかなりスムーズにいけるかなと。で、あとは新しく立ち上げたそのビットファンで俺のホームページあってファンクラブやる理由としては、そのファンの方が喜んでくれるそのコンテンツがあるなってことで、ライブ配信できるんですよね。その本会員限定の参加できる ま、限定じゃなくてもいいんだけど、まあ、せっかくさ、そうやってファンクラブに入ってくれた人たちに、少しでも喜んでもらいたいじゃないですか。なんで、それの場合は、やっぱりその、入ってくれた人と直接会話ができたりとかした方が楽しいなと思うんで、あの、俺はアイドルじゃなくて、やっぱりこう、路上から少しずつね、こうやって、あの、ステップアップしてやってきてる、どどく、どどくさい、どどくさい、ね、あの、表現者なんで、あの、まあ、そういう意味では、 あの、路上からファンになってくれた人たちってたくさんいるんで、まあそういう人たちっていうのはやっぱり実際話したりとか、なんかこうコミュニケーションできてた方がいいのかなと思うんで、あの、ファンクラブになってくれた方は、ライブ配信しながらコメントとかしてもらって、それに対して答えたりとかしてた方が、やっぱ俺には合ってんのかなと思うんで、だからその、まあ限定ブログとかもできるし、ブログじゃない限定配信、ライブ配信もできるし、まあそういう意味でもシステムすごくいいかなっていう部分ですね。 なんで、あの、まあ、非常に辛い報告ではあったんですけど、今日ね、その、やっぱ思い出もあったし、その4年間で、ファンクラブで、あの、本当にそこから、その自分のワンマンライブの興行なんかを少しずつこう、でかいとこにしていって、まあ、武道館だったりとかアリーナとかでも、あの、ちゃんと興行できるようになればいいなと思って立ち上げたんだけど、まあ、はっきり言ってそこは失敗しました。自分の中で。うまくいきませんでした。 はい。ただ、やっぱりそこの部分もしっかりこう、俺がね、ワンマンライブとかで興行、でもしっかり結果残せるようにどうすればいいのかなって考えた結果、新しいそのビットファンで、えっ、ー、とー、まあ、ホームページ兼ファンクラブをやることにしましたんで、あくまでも、まあ、それもね、あのー、ラッパーとして世界の頂点を取るために自分が選んで道なんで、あのー、皆さんね、あの、引き続き変わらずね、あのー、 そこの、えー、道をね、俺の目指す道を一緒に歩んでもらえたらなと思います、本当に。はい。で、あとね、あの、今、えっと、新しくできたファンクラブ、ビットファンでショーのね、ファンクラブができたんだけど、そこに、えー、新規会員で入っていただくと、先着100名様には、なんとね、俺、ちょっと喜んでもらえるような、あの、プレゼントが、作りました。まあ、俺のファンだったら喜んでくれるかなと。まあ、あの、 まあ、とりあえずね、あの、先着100名には用意しました、プレゼントを。スリ薬、ブーツはやめろはい。なんとね、今回ね、こちら、あの、ショーファンクラブ、新しくできたんですけど、こちらね、先着100名様、入っていただいた方には、こちらの限定ステッカーですね。限定100枚。 こちらのステッカーに俺がサインをして、なおかつ、シリ、シリアルナンバーもここに僕は番号振ります。1から100まで。はい。をプレゼントいたします。かわいいでしょうん、これいいよね。はい。で、このステッカーはね、もう雨濡れても、もう雪浴びても、あの、ね、かなり、なんだろう、物持ちも良くてね、丈夫なステッカーになってますんで。 あの、スノーボードの板貼っても、スキー板貼っても、ヘルメット貼っても、車貼ってもね、あの、何年も持つようなね、クオリティになってますんで、おすすめです。で、あとは、これが100枚、先着100名。で、あと、1名から30名までには、先着ね。プラス、えー、入っていただいた会員様の名前を自分が言って、なおかつ、あの、スペシャルな動画を、えー、名から先着1名から30名様まではプレゼントします。 だから動画とステッカーをプレゼントします。先着1名から30名様までには。で、えー、30名から100名までにはこちらのステッカー。はい。で、サインの方は全員に入れますんで、よろしくお願いします。ってことなんで、今日はとりあえずその、ま、あ新年早々、あのー、まあね、今まで続けた、えー、ファンクラブとホームページは赤字がついて、ま、あね、 赤字が続いてもよかったんだけどまあそこのシステムが少しでもその向上していこうとか変えていこうとかそういうモチベーションのもと一緒にやっていけるんだったら赤字が続いても今後のパフォーマンスと可能性が僕の中で見出したらねそこで続けていったと思うんですけどまあ一緒にあの進化変化成長するっていうことが多分できないなと思いましたんでえー、新しくねビットファンからショーのおっシャルホームページファンクラブを今日からねスタートすることになりました の報告ですね。なので、本当にあの、まあ、や、まあ、めるってことは、非常に残念な報告なんですけど、でも、始めるっていうね、今日スタートの報告でもありますので、あの、ぜひね、皆様、今日から新しくね、またショーと一緒にスタートを切っていただけたらね、嬉しく思います。ってことで、あの、新年、2023年、えー、皆様ね、そうそうえー、ドープなね、報告にはなりましたけど、2023年も、 ま、あ俺らしくね、あの、突き抜けていきますんで。まあ、皆様にとってもね、素晴らしい一年になりますように。はい。ということで、今年一発目の動画はね、この辺で終わりにしたいと思います。それでは次回の動画もお楽しみに。セロアップセロアップセロアップあ、あとファンクラブの方はね、概要欄と固定のコメント欄にリンクの方貼っておきます。新しいファンクラブ。皆様ぜひね、この機会に。STIME!